サナトリウム結核の歴史においては、コンサンプション、チシス、白薬病として様々な名前で知られてきた。原因となる結核菌は、同族であるマイコバクテリウムのさらに原始的な生物に由来するものであると知られている。ヒト結核の歴史は、2014年にペルー南部の遺跡から再構築された結核ゲノムの DNA 研究によって、 六千年未満であることが示唆されている。結核は太古より存在する病気として知られ、中国、インドギリシャメソポタミアなど、文字を有した文明の様々な記録から、結核は有史以来人類社会に蔓延した感染症であったことが確認できる。考古学的にも、発掘調査で出土した紀元前五千年頃の人骨に、結核菌に似た菌が検出され、 2008年にイスラエル沖で発見された紀元前7000年頃の2体の人骨からも結核痕跡が確認されている。また、紀元前1000年頃のエジプト第21王朝のミイラには骨の結核である脊椎カリエスの認められる遺体がある。2009年末エルサレムで発見された一世紀前半の男性の骨から結核菌と雷菌の DNA が見つかり、 イエス・キリストの時代のエルサレムの上流階級では、結核がかなり流行していたことが確認された。1972年に発見された、中国朝差子郊外の馬王隊遺跡の1号墳に埋葬された、紀元前2世紀の女性のミイラからは、結核病変を確認しており、中国五間末の武将で、三国志の英雄曹操も死因は結核だと言われる。また、 2006年に韓国南部の六島の遺跡から出土した若い女性の人骨の脊椎3カ所にカリエスを発見した。ポーランドの音楽家でピアノの詩人と言われたフレデリック・ショパンや嵐が丘で知られるエミリー・ブロンテも結核で亡くなっている。産業革命期イギリスの炭鉱で働く少年労働者結核は産業革命後に世界の工場と呼ばれて繁栄したイギリス帝国で、 大流行した。最も繁栄を謳歌していたはずの1830年頃のロンドンでは5人に1人が結核で死亡し、1841年の結核死亡率も人口10万人あたり290人という極めて高い水準にあった。労働者は賃金が低く抑えられていた上に1日15時間、もの長時間労働が一般的であった。また、 急激な都市への人口集中によってスラムが形成され人々は生活排水をテムズ川などの河川に投棄しその川の水をろ過して飲料水とするなど生活環境も劣悪であった過労と栄養不足が重なり抵抗力が弱まったことから結核菌が増殖し非衛生的な都市環境がそれに拍車をかけたものと考えられるその後イギリスでは 近代化に伴うインフラ整備や生活水準の向上、BCG 集団接種や科学療法の確立により、19世紀後半から継続して減少した。産業革命が各国へ拡大、普及するにつれ、結核はイギリス発で世界各地へ広がることともなった。明治初頭、日本からイギリスへ派遣された。 留学生がそこで結核にかかり、学業半ばで帰国したり、亡くなったりするケースも多かった。21世紀においても、未だ結核は、人類が克服していない、感染症である。全世界では、年間1000万人以上が新規に罹患し、そのうち1.5割程度は死亡しているとされ、主要な最高感染症の一つとして、国際的な取り組みが継続している。先進国においては、 開発途上国で生まれ育った人々が移民や難民として流入してから結核を発病する例が増加しており、欧米主要国の新発生罹患者の過半数を占めている。日本で最初に結核に関する統計調査が行われたのは1899年である。同年の日本の人口1万人あたりの死亡者数は15.29人で、 あったが、大正時代にかけて徐々に増加し、おおむね20から23人の間を上下した。1934年に、結核で死亡した者は13万1525人で、あり、患者数は131万5250人となっている。これは全人口の2%、当時の10世帯あたり1人の割合で患者がいる、計算であった。 日本の原因疾患別死亡者数の割合と順位では、結核は1900年は2位、1910年は2位、1920年は3位、1930年は3位、1940年は1位、1947年から1950年は1位、1951年から1952年まで2九1953年は4位、1954年は3位、 1955年から1956年まで4位、1960年は7位、1965年は7位、1970年は8位、1975年は10位、1980年以後は10位未満である。日本では明治初期まで肺結核を称して、老害と呼んだ。新選組の沖田総治、幕末の死士、高杉晋作は共に、 肺結核のために病死した。正岡四季も結核を病み、滑血後、血を吐くまで泣き続けるというホトトギスに自らをなぞらえて四季の号を用いた。陸津宗光、石川拓木樋口一洋、立原道造、堀達夫、高山貯牛、国木田どっぽ、竹久夢二、長塚節、中原中也新ぎ南吉、梶井い次郎、滝蓮太郎。 佐伯雄造、新島城なども結核で亡くなっている。昭和天皇の弟でスポーツ振興に尽くした秩父宮洋人氏親王の1953年の死去も死因は結核と言われている。第二次世界大戦後になって結核予防法が制定され、抗生物質を用いた化学療法の普及などによって著しく減少した。 日本における最古の結核症例は、鳥取県鳥取市に所在する弥生時代の高校遺跡や親上寺地遺跡の発掘調査で検出した5 0 0体中の2点の石椎カリエスの進行した人骨である。縄文時代の遺跡湿度の人骨からは、結核痕跡が確認されていないので、現在のところ、日本列島における結核は、 アジア大陸から渡来した人々によってもたらされたものと考えられる。平安時代、清少納言は枕の宗子の中で胸の病について書き記しており、紫式部の源氏物語でも紫の上が胸の病を患い、光る源氏が悲しむ様が描かれている。神奈川県鎌倉市の由比ヶ浜南遺跡からは1333年の 日田吉貞の鎌倉攻めの戦没者と見られる人骨が多数確認されているが、夕比浜南遺跡の人骨は調査により合戦士のものではないことが判明している。同項目参照。合戦士と見られているのは稲村ヶ崎の人骨。この中の一帯よりカリエスにより変形したあばら骨と結核菌 DNA とを検出した。50歳前後の男性と推定されている。 堀り立つを、風立ちぬを執筆。本人も、結核にて死去日本においては、欧州での大流行から一世紀遅れた、江戸時代末期から明治期にかけて、結核は、国民病、亡国病とまで言われるほど猛威を振るった。特に犠牲がひどかったのは、宝石工場で働く助行であった。例えば、生死業が盛んで多くの助行を抱えた福井県においては、 1920年の15歳女性の結核死亡率は人口10万人あたり763人にまで達した。細い脇像の女工愛子に見られるように、ここでも長時間労働や深夜業による過労、栄養不足や集団生活が大きな原因となっているが、糸の保護のため湿度が高い工場内の環境も結核菌の増殖をもたらした。 日本における結核による死亡者のピークは、スペイン風邪流行下の1918年であり、この時の結核死亡率は、人口10万人あたり257人であった。その後結核死亡率は減少するが、1930年代の15年戦争による、戦時体制下においては、徴兵されて狭い兵舎で、集団生活を送る若い男性を中心に結核が蔓延し、 再び上昇に転じる。日本では1889年に兵庫県スマウラに最初の結核療養所が創設され、1911年には有志のクリスチャン医師らによって日本史路十字会が設立され、結核回復者らが自然療養者を設立して、療養の指導と実践を衝動するなど、結核予防のための民間運動が早くから行われていたが、 国立結核療養所完成の交付はようやく1937年になってからのことで、それによって茨城県中郡に最初の国立結核療養所として村松清乱層が営まれた。第二次世界大戦が終結して戦時体制を脱したことにより、1948年までに結核患者の過剰死亡はようやく解消した。1942年には、 工場法施行規則が改定され、結核予防を目的とした健康診断の実施が、工場を主に義務付けられた。これは、現在の労働安全衛生法による、健康診断に引き継がれている。1935年から1950年までの15年間、日本の死亡原因の首位は結核であり、亡国病とも称された。このように結核は、長い間日本人の、 国民病であった。死亡率は王子の100以下にまで減少しているが、2018年の結核罹患率は10万人あたり12.3人と10万人あたり10人以下に抑えられている欧米の先進国と比較して高い水準にあり、未だ日本は結核の中万円国に位置づけられている。1997年には、 新規発生結核患者数が三十八年ぶりに、罹患率が四十三年ぶりにそれぞれ増加に転じ、九百九十九年七月二十六日に、当時の厚生省が、結核緊急事態宣言を出す事態となっている。結核については、徳富路下の、婦女期、堀克夫の、風立ちぬ、なお子、久米正夫の、ガツよりの死者、トーマスマンの、間の山など、結核患者や、 それをめぐる人間関係、サナトリウムでの生活を題材、舞台にした小説も多い。ありがとうございます。